おはようございます、まあ、今日はね天気がいいからあのね外で撮ろうと思ってさ <laughs> 準備したんだけど何 <laughs> かねうーんちょっとこう撮影の場所に困るねあのまあ結構庭先広くてねあれなんだけどあの上にこう道路がさ少しあってねそこ交通量結構あるのよ。 何してんだこいつみたいになっちゃうからね、もう一回部屋に戻して <laughs>、もう一度ね、え取り直しますけども。まああの、今ね、詐欺のシリーズでさ、いろいろお話をさせていただいてるんだけどこれもね、あの、実際に、あの、まあ取り扱った事件というかね、あの、困ってから来るんだよな、みんなな。だから、さ、ほら、相続対策ってね、我々、まあ長い人だと、もう、 30年くらいやってんだよ。で、それで、もう亡くなっちゃった人もいてね、まあ、後継者に、こう、無事こう、ね、譲り受けるじゃんで、この無事に譲り受けるとさ、ありがたみわかんないんだよな。で、ね、それが普通だと思ってるわけじゃん。ところが世の中そうじゃなくて、普通じゃない人もいっぱいいるわけだよね。で、そういう中から、から、やっぱね、今まで話したような形でさ、あの、困ってから僕のとこ来る人いるのよ。で、まあ、この間もね、ちょっとこの、 ま、近くの方からさ、相談を受けて、まあ、あのー、ちょっと困ってる人がいると。で、これもさ、なんか、ん工事代金でさ、その、なんか、揉めちゃってね。で、結構資産家の人なんだけど、全部になって差し押さえられちゃったもん。で、結局そうすると、これ返さなきゃいけない金。で、だから、じゃその返し方なんだけど、 そうここを処分してこうしたらいいよねとかいう話があるんだけど、なんか知らないけど、あのー、まあ、人の紹介でね、その、動き出したら、いや、なんか、あのー、知り合いに弁護士がいるからっていうから、じゃあも、もう弁護士、そうしてくださいよって言って。で、ただね、弁護士の先生は、お金の準備できないよ、というので、えー、ね、まあ、他の業者さん連れていくかどうかわかんないけど、まあ、結局、あのー、もう、これは、 あの、返さなきゃいけないお金だから、あの、難しいと思いますよ、という話をしたら、まあ、そちらの方に一任するってことになって、結局折れちゃったり、まあ、その後ね、どうなったかわかんないけど、まあ、あのー、世の中いろんな人ではね、でね、あのー、困ってからいろいろ来る方の中でね、一番やっぱり、あの、印象に残ってたのがあのー、ある方がね、 相続で亡くなったのよ。で、その、亡くなったらさ、相続税が、うん当時で、えー、2億円近かったのかなで、それで、そのお金を、ね、払うために、一、えー、つの土地を売ることになったわけよ。それで、その一つの土地が、要するに、だいたい、まあ、相続税評価額で、えー、まあ、2億5千万くらいなんだよね。だから、それを、まあ、当時はまだ、 うん、でも難しいかもしれないな。あの、物の,の制度があるんだけど、その物ので納めるか、ね、その売却して現金で納めるかなんだけど、そういう時にさ、なるべくほら、高く売ればいいやと思うよね。で、それで、たまたま、その、親戚の紹介っていうのが来て、で、あるハウスメーカーのね、まあ、名前は言わないけどさ、ハウスメーカーで働いてた人らしいんだよ。でハウスメーカーで働いてたかって相続するとは限らないよね。で、それが来て、近づいてきてね、 でこの土地は要するに、えー、まあ普通に売ったらね2億5,000万くらいなんだけど要するにある許認可を取れば、ね、3億5,000万で売れるというのでそのこの許認可の申請をするのには要するに、えー、まああれは、えー、社会福祉法人でやらなきゃいけないみたいな話を持ってきて で、その理事長っていうのと会ったらしいんですよ。で、その会って、その理事長の親がね、その幼稚園経営しててさ、で、もう信用できる人だ、みたいなことになって、で、とりあえず、じゃあ、この話を進めようってことになったらしいのね。そうしたらさ、いきなり、その、土地建物、土地のね、所有権を移転しなきゃいけないっていう話になって、で、いやいや、そのお金もらってるのは移転できないよね、なんだけど、あの、合意書っていうのを作ってさ、 万が一、その、許認可取れなかったら、ああ、ね、その、買い主負担で全部戻すとか、ね、ええー、いうのを、もう散々、そのさ、文書で書いて、で、結局その合意書用を元にして、所有権移転のさ、手続き書類出しちゃったの。で、それでね、あの、いかにも、その設計が進んでるように、まあ、設計紙入れてさ、あの、図面書かしたりね、してたわけ。だ当然だけど、話進んでると思うじゃん、さ。 調べたら違うんだよこう肩やこっちでは図面出したりして話し進めてるようなふりをしてこいつこの土地別のデベロッパーに売っちゃったのうそりゃそうだね所有権移転してんだからさ売っちゃってさでそれで、あのー、それがね気が付くのが遅かったのでそれから僕の時ってさどうするって話だってで結局ねその所有権移転はさその第三者に対応できないんで この買ったやつに対してさ、どうするかっていうことで、で、とりあえず、仮差し入れるかみたいな話になったんだけど、もう正直に転止やってるしね。で、万が一さ、その、損害賠償請求されたりすると大変だろうな、なんつって。で、弁護士入れていろいろ打ち合わせしながらさ、もう失うもんないからやっちゃおうぜ、なんて、やったの。押したらもう蜂蜜つ,つ,つくような話ですよ。それでね、 あのー、実際そのね、えー、その土地を取り戻すために、えー、裁判でうんと2年くらいかな争ったんだけど、あのー、結局さその、ね、理事長っていうのはさ亡くなっちゃったのよ。で調べてみたらもともとがんの宣告を受けててで結局そのさ あのー、やつもね、死んじゃったじゃん。で、さあ、あの、実際にそのデベロッパーが、この土地をね、もうすでに買って、金も払っちゃってるわけよ。で、この金どこ行ったか分かんないわけじゃん。殺傷罪できないわけよ。多分しょうがない。ね、元々の土地に対してさ、借り差し入れて、で、結局ね、あのー、散々やってね、和解したんだけど、いくらだったかな。いくらか。だよね。 ん帰ってきたけど、でも、2億、数千万にならないですよ。で、結局、今度ね、その、えっと、不動産売却したじゃん。で、売却したらさ、今度、その、ほら、譲渡税の申告がされてないっつって税務署から来てさ、で、これもまたね、 税務署とかだかだやりながら、まあ、税理士出てさ、まあ、戦ったんだけど、まあ、最終的にはね,あの、まあ、このね裁判やったからよかったけどいろんな書類が出てきてこれここなんですよって話をしてさでこっちは立証しながら要するに金も,もらってないわけだよねっていうのをあの証明したんだけどだけどやっぱりさ相続税払わなきゃいけないよねっていうんで結局また別の土地を売却して相続税当てたの大変だからさあ そのまあ細,細かいことはねどどなんだっけアマゾンのねうんとまあアマゾンの Kindle で暮らしたかいって調べてもらうとあのですよでそこにね、あのー、いわゆる、えー、詐欺のさあの話が2つくらいあるんで、まあ、それ一応ねあのえっ、ー、とー まあ今こうやって口頭で言ってるからね、あのー、あれかもしれないけど、それはちゃんと文章に残してね、やってるんで、ぜひね、見ていただきたいと思いますよ。あのー、思った以上に、そういうことって、こう、いっぱいあるのよ。で、皆さんは、まあ、この聞いてる人はね、どうかわかんないけど、あ、一応俺ほら、こさ、<laughs> なんか最近 YouTube でね、まあ、いろんなことやってるからさ、なんか、何やかわかんないような感じかもしれないけど、まあ一応ね、専門は不動産のコンサル会社でしょコンサルタントなんで、で、さらに、 あの、ま、あ建築のね、会社もやったり、あの、賃貸管理の会社もやったり、まあ、いろんなことやってるんだけども、あのー、そういう中でね、こう現場ではさ、まあいろんなことあるんだよ。で、今ね、うちのコンサル、えー、ま、あ PM を振ってると30人くらいのか。で、それらがいつもね、こうやって毎日いろんなことやってるんだけど、昔はさ、まあ、会社ちっちゃい時は僕はね、中心となってやつだから、ま、あいろんなことあったよ。うん、もう、 信じられないこといっぱいある。うん。でさ、その、やっぱり、こう、作られてるよね。例えば、俺々詐欺だってそうだし、なんかそうだよね。その、ストーリーが完全に作られてる中で、結局騙される人は、そこに落とし入れられるわけだよね。で、その時に何を信じちゃったのっていうことなんだけど、やっぱり信用から信用を得ようとしちゃうわけじゃん。で、あのー、ね、まあ僕はそう言ったって、ね、 あ,のある意味ではさ相談受けたって第三者なのに思うじゃん。だけど我々ってさ専門家っていうのはやっぱ仕事が価値だから当たり前だけど、ね、変なことやらない会社なんか続かないわけだからちゃんと、ね、その確かにお金は通るよだけどちゃんとした仕,仕事をしようとするわけだよねだから信頼されるわけだよな。ところがさそうじゃなくて、まあ、ケチなやつって言っだけどね またまあそのね、我々みたいにない奴がさ、誰かから紹介されてね、行くじゃん。すと、例えばさっきの話だけど、ハウスメーカーのね、人紹介されて、で、親戚から紹介された。ね、で、別にここで手数料は発生しない。ね、えー、だけど、その、結局土地下げられてさ、日本5千万損してるわけだよね。で、いうようなことには陥れられるわけ。それはね、なんか心に,にある、ね、あ、 こいつだったら信用できるなとかもう一つはあこいつだったらこれだけお金取られちゃうけどこいつだったらねあのちゃんとやってくれる思うじゃんそれでみんな引っかかっちゃうんだようだねどっかにやっぱ詐欺の要素の中に尊得感情って必ずある、ねうん、まあね僕もその <laughs> いろんな授業でねその引っかけられたことあるけどやっぱりさ どっか心の底にさ、あこれうまくいったらこうなるんじゃねえのみたいな、あるから、ね、やっちゃうんだよね。でも実業家はさ、じ事業でやってるから、まあ、しょうがない、なんかで取り戻すしかないな、みたいな気持ちになるけど、相続とかそういうさ、地主系の人たちは、取り返しつかなくなっちゃうわけうん。だからそこはね、やっぱ気をつけた方がいいと思いますよ。うんまあ、いろんな人いるから。うんで特にね、あの、本当なん、まあ僕のこう扱ってた中で、 あの大体失敗してる人は親戚から紹介されたとか要するにさ多分親戚からこの情報が漏れるわけだよな相続とか発生するとそうするとその話からさどっかに話がつ抜けになるじゃんそうするとそっからやってくるわけだ、ね、でこの間ちょっと話したねあのえっとなんだあれえー、っとほら 原野称号もそうだけど、原野称号で引っかかった人って、また、ね、同じように原野称号で引っかかっちゃうわけじゃん。で、それは何かっていうと、やっぱさ、あのー、どっかに欲があるんだよ。ね、その取り返そうって思う気持ちとか、あとは、負の、ね、遺産をさ、その、なんていうの、うーんとー、ね、えー、子供に残したくない、孫に残したくない。ね、まあ、それもね、一つ、 気持ちの中になるんだろうけど、まあ、そういうことで、大、え、体、ー、いい引っかかる人多いんだよね、うん。気をつけた方がいいですよ。うん、ということであの、詳細についてはね、もう全部、あのこれはね、今の話はあの裁判でいろいろ争っていてで、まああの、それに基づいて、えーねあのまあ、小説たちで書いてるものがあるので、まあ、よかったらね、そっちをご覧になっていただきたいと思います。そそそうそうそう そういえばあの、バカに効く薬さ、ね、なんか、あのー、めちゃめちゃなんか値段上がっちゃったみたいで、僕見た時はそんなにさ、あの、まだ900円とかあったのに、今なんか5000円以下ないんだよな。で、なので、あのー、うちの会社にね、結構問い合わせいただいてみたいで、もうそろそろ在庫なくなっちゃうんだけどさ、あるうちはね、対応しようと思ってますから、まあよかったらね、あの、言っていただけばと思うんですよ。まああの、ちょっと最近は不動産を離れたところで、 まあこういうね、いろんなコメントをさせていただいてるわけだけども、あのー、ぜひね,、えー、ね、せっかくこうやって僕のね、あの、縁があって、動画を見てくれて、えー、チャンネル登録していただいてる方については、あのー、とにかくさ、失敗しないように行きましょうよってこと。で、この間もちょっとしたことでさ、僕のところにコメントでね、相談来たけど、本当は受け付けてないんだよ。ね、あの、僕は、あのー、ね、相談を、そう、なんとかな、 気軽に受け付けけ付ることはできないわけなんでかってか専門家だから,だからあのー、さあうーんちゃんとしたせ、ね、責任ある言葉を返したいわけだよねそうするとやっぱさ時間とか、ね、資料とか必要になってくることもあるので、あのー、あんまり気軽には受け付けてないんだけどまあうんこの間はねちょっと賃貸でトラブった人がねご相談に来たんでまあそれはこういうふうにね見た方がいいんじゃないですかと契約書を見た方がいいんじゃないですかとかいうのは簡単にはねあのお答えしてますけど基本的にそのね あのー、相談というか、まあ、ちょうどね、この YouTube の動画をやってるので、コメントに入れてください。ね、そしたら YouTube でお答えしますよ。というのはな、ね、あのー、これはもうちょっとなんか、僕のさ、その、普段の、なんか、あね、えー、仕事みたいなの一旦なっちゃっててさ、<laughs> あれなんだけど、ね、あのー、まあ、ただこうね、皆さんにこう役に立つようであればさ、いいじゃないですか。ね、あの別に匿名で、ね、 こういうことあるんだけど、どうなのとか聞いてくれれば、ここでお答でしますよ。そうすれば、ばっとこう皆さんね、今6000人くらい見てくれてるの、6200人か見てくれてるんだけど、まあそういう意味では、あまあなんとかな、あのー、我々の意見っていうのをさ、そう気軽に普通聞けないじゃん。うん、だから逆に言うとこういう場を設けてね、こうやってコミュニティ持ってれば、あのー、ね、えー、皆さんの参考になると思いますので、えー、ぜひですね、 あの、ご相談は、あの、こちらのね、YouTube のコメント欄にしてください。ね。そしたら、あの、採用するものについてはお答えします。まあ、今ね、そうそうそう。あの、ほら、ここが知りたい不動産ってね、FMO カマのさ、毎週木曜日、ね、朝8時15分くらいまでやって、ま、ね、やってるんだけど、これがもうすごい数くるんだよ。だ全員答えられないのね。だから、この間 FMO カマに言って、 えー、その原稿ちょっとね、答えきれないでつ、うちで使っていいって言ったら、それはやっぱね、ちょっとダメなんだよな。だから、あのー、ね、本当は答えてあげたいんだけど、要するに、もう、とにかくこんな中からさ、ね、あのー、一週間に一回ずつ選ばなきゃいけないわけじゃん。で、あと答えられないね、質問を求める人もいるんだけど、まあ、それはこの YouTube で答えられないんだけど、まあ、この会社についてどう思うのとか、いうのはやばいよな。 だからそういう面でね、あのー、皆さん結構不動産にね、興味持つ方が増えてきたんで、まあこれはね、いい機会なんで、ぜひ使ってくださいよ。僕もどうせ時間使うんだったら、ね、その、うん、時事ネタとかそういうのやってたんだけど、まあ、不動産がプロなんだから、<laughs> 不動産のこと聞いてよ。そ <laughs> したら答えるからちゃんと。答え,答えられないの答えられないってちゃんとコメントに入れておくから、ね。えー、ということでぜひこの場をね、活用してください。僕は誰かさんみたいに金くれとか言わないから。<laughs> <laughs> 貧乏人じゃないから <laughs>、ねえー、ということで是非ね、えー、ご相談、えー、してくださいそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうかあ今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています是非、えー、ですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね え、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。